そうなんですけどね、危ない。流動食ね、難しい。難しいね。口には、いや入るんだけど、もうすぐ呼吸がさ、今よりも早くなっちゃうから、そこで頑張ると誤嚥しちゃうんですよ。だから、結局、ジャンガリアンの普通の子はね、呼吸が苦しくない子は1回に 1cc ぐらい飲めます。飲む子だったら 1.2 とか 1.3 とか飲めるんだけど、この子は 0.1 から最高で 0.4。もう 0.4 はちょっと怖い。昨日、私一番最初 0.4 をやったんですけど、でも、怖いですね。で、なかなか自分ではそんな食べれないからさ、ただおしっこはたくさん出るようになりました。昨夜から今朝にかけては本当少ししか出なかったんですけど、今日おしっこは、だからやっとその薬が効いてきたかなという気はしますね。おしっこはとにかくね、ガンガン出てくれないことには、この呼吸の苦しいのは取れていかないんでね。だけど、そうするとさ、脱水しちゃいますよね。無強制利用。強制利用させてるから、だから点滴はまあ1日1回しか打てないんだけど、点滴打って、あとは栄養補助ってさ、カロリーを補うことと水分補給なんですけどね。そんな様子です。どうしましょう。それで、最後かもしれないかなって思うと、一緒にいたいなっていう気持ちがあって、いいですよ。そしたらさ、はい、全然1日目のお金も払います。それもちょっとね。多分流動食はね、大抵流動食の生徒を出すんだけど、かえって危ないからさ、それやると。ああ、はい。薬だけね。あ、わかりました。こちらね。で、お薬の方なんですけど、これはもうそのままなんです。はい。で、B を変えてますね、はい、B と C を。で、ちょっとこれだけ変えておきますね。はい、すみません。B の薬が、1日1回から4回。5回でもいいです。A もそう。1日、これは最低2回だけど、5回ぐらいやってもいいです。あ、はい。で、B の薬は、苦しいのを取る薬ね、プレドニゾロン。要はステロイドホルモンの一番よく使う薬で、まあ、だからこれが一番の痛い苦しいを取る薬ですね。はい、消炎鎮痛。ステロイドの話しましたっけ？あ、はい、しましたね、今日。はい、とあとは、まあ、出てほしいけど出てないんだけど、多食とかね、退院とか、はい、そういうのがありますね。はい、で、本当はだけどこれできれば1日1回がいいんですよ。ちょっと呼吸が落ち着いたら、はい、でなおかつ1週間以内には2日に1回にできたら本当はいいんですけどね。でも今そんなこと言ってられる状況じゃないからもう何回でもやっていいです。C の薬、はい、これがですね、1日0回から5回、はい、もっとやってもいいです、場合によっては。あ、わかりました。でこれは何かっていうと、フロセミド。フロセミド、うん、フロセミドっていうのは利尿剤です。あ、強制的におしっこを出す薬。だからこれを使えば心臓楽になる。だけど脱水するから、腎臓はダメになる。あ、どこかしら。そうなんです。だから栄養補助とか、まあ、とにかく水分取らせるとかね、はい、そういうことをしてあげると。じゃあこの薬を持ってって、はい、ください。で、お家帰ったらすぐ冷蔵庫入れてくださいね。じゃあ先に生産させてもらってから、それまで酸素の入れとっていいですよ。はい、すいません、ありがとうございます。ほんで、はい、明日以降なんだけど、明日がちょっと水曜日で休診日なんですよ。はい、だけどもし来てもらえるんだったら10時から、もし10時ぐらいに連れてきてもらえれば1時ぐらいまでこちらで治療、栄養補助したり、はい、酸素をやったり、やれることはやらさせてもらいます。はい、で、木曜日は普通にやってますんで、はい、その辺ちょっとご都合もあるでしょうから。はい。はい、じゃあちょっと待ち合いでお待ちください。はい、すいません、ありがとうございます。はい。2から5回。食べました？はい、高島君。はい、
急にお願いします。はい、で吸入して、吸入が終わったら運気が立つかどうか。始まった。